皆様、こんにちは。エミさんはこんばんはですね。こんばんは。今、エミさん、どちらにいるんでしたっけ？今、日本におります。昨日着きはました。い。ありがとうございます。というわけでですね、今週のお日様ウィークリーのテーマは、蚊に好かれる人ということでですね、蚊に関して、蚊の研究に関してのテーマをもとにいろいろ進めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願まいず、します。ちょっとフリートークをしていきたいと思うんですが、なぜそもそも蚊になったんでしたっけ？新しい研究が最近いくつか出てきてまして、それが非常に興味深いので、というのと、あとまあね、季節的にもやっぱりね、蚊の季節ですよね。なので、まあ、今回のテーマ、蚊にしましょうと言った6時間後ぐらいに私、しっかり蚊に刺されまして、ほっぺたとね、足の裏と腕と、なんかもうフルコース持っていかれた感じです。はい、そうですよ。日本の夏といえば蚊ですよね。日本ってやっぱね、蚊のね、大国ですもんね。はそうい。ですよね。ねえ、そうですね。純子さん結構蚊に食われやすい体質ですか？いや、そこではなかったんですけど、最近どうでしょう、なんか1日目より2日目、3日目の方がこう痒くなってきてですね、見えますかね、こ腫れたことりしかますよね、ね。こう、はい、おお、出てきましそうた。なんですね。そうなんですね。はい。なんちなで、みにでも、私ははもうい。めちゃくちゃ、うん。あ、すいまめちゃせん。くちゃで、金か。今回のこの、リプリの方で、その蚊にどんな人が蚊に好かれるのかっていうのも書かれてるので、すごく面白い話になってますよね。はい。では、じゃあちょっと進めていきましょうね。ちょっともしかして、音声の関係でね、ちょっと重なったりするかもしれませんが、そこはちょっとご了承くださいませ。はい。というわけで、いつもこう、授業に入っていると、行くときに、私いつもその導入をするんですよね。トピックに関連した話だったり、そのニュースだったりを皆さん、みんな子供たちに見せて、あ、面白そう。知りたいっていうちょっと気持ちをね、こう 高ぶってもらうというかね、はい、してもらうんですけど、今回たまたまですね、蚊をテーマに話していくということで、2018年に、日本のね、番組で、マツコの知らない世界っていうのがあるんですけど、楽しそいこですでね、ね。そう、面白いですよね。そう、そこで特集された男の子がいてね、彼は、まあ、当時、高校生だったのかな？だったんですけど、よくね、蚊に食われる娘さんのために、どうやった妹らさんで蚊にすよ食われね。なく、あ、妹さんです。すいません。妹さん妹でさんのために、はい。どうやったらこう蚊に食われなくなるかっていう研究を始めたそうで、で、それがこうテレビ番組の中で扱われたんですよね。で、たまたまそれをちょっと見つけて、あ、今その子何してるんだろうと思ったら、なんとですね、今、2023年の時点で、オックスフォード大学の大学院博士課程で遺伝子を学んでいるそうなんですよ。その蚊の研究から始まって、今本当にそれが何て言うのかな、自分のこう、まあ、本職って言ったらおかしいですけど、もう自分のこの研究の中心になっていて、それがすごいなと思ってね。で、なんでそれがすごいかなと思ったかっていうと、彼って海外育ちなんですよね。なので、なんかそういった意味でちょっと子供たちに、彼のちょっとお話をした後に、じゃあ蚊についてね、勉強してみましょうっていうふうに、進めたらちょっと面白いかなと思ったんそうですでよすね。ね。名前が田んぼに上で、田上さんかな、どっちかな、ちょっと言い方がはっきりしないんですけど、多分コロンビア大学とかオックスフォード大学とか、そのあたりで一緒に検索していただくと出てくるかなと思います。ぜひお願いします。では、1からいっていきます。まあね、こんな感じで。まずこちらがレベル1ですね。はい。お日様ウィークリー受講されている方、お手元にあるかと思いますが、まあ、これを見ていくと、ちょっとこう、質問タイムもできるかなと思ったんです。特に1番目と5番目のところ。ね。人や動物の血を吸うのは、あ、蚊の中で人や動物の血を吸うのは、
メスですか？オスですか？っていうふうな感じで、ね、質問タイムにしてそもうですね、2面択ぐ白いらいかだとな答と。えやすいですよね。うん、そうそう、レベル1ですからね、だいたい小学校低学年なので、そこでわーっと盛り上げていくのもありかなと思います。あので、クイそズの、形式にするとき、私が結構よくやって盛り上がるのが、丸バツプレートを持っていくんですよ。これは丸でしょうか、バツでしょうかってやると、やっぱりこう、まあ、手に挙げさせるって手もあるんですけど、子どもたち、意外とこうアナログな小道具好きなんですよね。あのパターンだったら、例えば蚊の中で血を吸うのはオスだけです、丸ですか、バツですか、バツみたいなことをするとまた盛り上がるかもしれないですね。おー、なるほど。私、それ昔使ってました。なんか昔、100均で、丸バスの、ピンポン、ピンポンっていう音とこう、ブすブーっごてい、なるのが100あっ均で。て、そうそうそう。で、子供たちが話して、OK だったら、こう、ピンポンってやったりね、ブーってやったりする子供たちがすわーごっいとでこう、す盛り上がっね。て、うん。そういう私も小日道本具のもパーティーグッズ使いのますコーね。ナーで大量に買って100枚持ってます、カード。ほほほほ。すごいいっぱい。どうですか？なんか、純子さん、アイディアありますか？アイディア、そうですね。私、この一番最後の、卵の量にびっくりしました。本当、少量の量、お水のところにこんなに卵が、それが全部帰っちゃうとどうなるんだろう、ふわーっていうのにびっくりしてしまったので、そこはね、子供たちもこう、いろいろ想像しやすくなってくるのではないでしょうか。はい。なんか食いそう、つき本当そうなでんすよか、ね。そう、なんかね、私が最初見た資料だと、こう、1円玉くらいの 1cc の水があると、その蚊が200から300個くらい卵が産めるっていうのを見つけたんですよね、新聞記事で。ただ、そん1な円に。玉っていうと、ちょっとね、海外に住んでる子たち、ちょっとピンとこないかもと思って、ね、ペットボトルの蓋だったら、大体 6cc ぐらいらしくて、それでちょっと掛け算して、ペットボトルの蓋の方にしました。おお、なるほど。なんかこう、算数にもつなげていきますよね、そういった意味ね、ではね。そうですよね。ね。想像面するだ白けそうでちでょっすとよね。痒くなるお話ですけどね。確かに。本当そうですね。で、まあ、レベル2。レベル2になると、今度はまあこんな感じ。ちょっ年くと、らい、ちょっと難しい。ちょっとこんな感じ。ちょっと難しくなりますね。だいたい小学校、中学、高学年ぐらいが対象になるんですけれども、ここはどうでしょうか？なんか私個人的には、7行目、8行目のこう中国語が出てくるところがすごく面白いな。漢字についてですよね。そうです。漢字についてですよね。こね、かっていう感じ、こう、虫う。偏にこう文章の文って書くけれども、それがどうしてなのかっていうのを、ね、由来を紹そう介しそうたと。そうそう。そう。で、なんかこう、中国語の音声サイトがもしあったら、そこにこう、蚊の単語をこうタイプインして、どういうふうに読むのかってやっそうていでっすてもね。面白い古か代のな。ね、古代の中国語とまたちょっと違うかもしれないですけど、そっそれもそれか。で面白いですよね。そっか。でもちょっとある意味本当雑学ですよね。ここはね、なかねえ。なかね、ポイントですよね。そう。せっかくなのでね、こう虫の入ってる感じをちょっといろいろ調べてほしいなと思って、そういう問題も入れてありますね。それいいですね。なんかそれちょっと夏休みの宿題にしちゃったりとか。ねえ、ありですよね。なるほど。それはいいアイデアですね。純子そうさんいういふうかがにです自分でし、あ、そうですね。虫の入ってる感じ面白いと思います。そういうふうに自分で調べて、書いていってってすると、すぐ本当に頭の中に入っていきやすい気はします。で、私はこのレベル2のところでいいなと思ったのが、最初の、蚊の種類と日本の、似てるのはどれぐらいの種類で、じゃあ血を吸うのはどの種類ぐらいっていうのが、こう、バンバンバンと数字で出てきてですね、あ、ちょっとやっぱりここで知識的なもの入ってくるなっていうのが、このお日様ウィークリーのいいところだなっていうのもまた思いました。いろんなこと学べますもんね、本当にね。では、レベル3の方行きましょうかね。まあ、さらにぐぐっとこう難しくなってくるんですよね。レベル3。だいたい、小学校高学年から、まあ、中学生ぐらいかな。そう中で学す生ね。ぐらいですね。まあね。単語も結構難しいものが出てきますよね、ここね。ですね。理系でよく出てくる生物学系の単語も出てきてますね。
そうですね。でこうなってくると、本当にニュースに書かれているような言葉に近いような、言葉の、文末ですとか、そういうのにもなってくるので、ここからまた次、日本のニュースへっていうのの架け橋になってくると思います。そうですね。確かに、結構ね、他の病気も出てきますもんね。ジカ熱、デング熱、マラリア、西ナイル病。私、初めて聞きました、西ナイル病。ね、あと感染症とかね、もちろんこう難易度は高いけど、知っておくのも大切な言葉ですよね。で、この中にもまたいつものこう QR コードがありますので、ね、これをちょっと、ここからそれ関連のニュース動画に飛んでいただですけれね。ば、さらにカニこう関幅すがる広が新るか技な術と思のいニュース。ます。はい、ですね。はい、というわけでですね、まあ、今回のテーマ、理系、ちょっと理系で、そうですね。理系キッズが喜ぶような内容になります。まあ、生物の話や、まあ、日本の話や、まあね、漢字の話や、まあ、いろんなことに、こう、ね、広げていくことができるので、ぜひですね、今回、この、蚊に好かれる人っていうのをテーマに、まあ、楽しい授業を皆様で、こう、繰り広げていただければと思います。何か最後に一言ありますでしょうか。そうですね。こう、騒がしい、なんでしょう。シーンとすみません、固今まってかしみまっまた。した。大丈夫です。すみません、じゃあ私から。蚊が好きだっていう子供はまあいないと思うんです。大人にしてもあれなんですけど。ね、こういうところでこう、情報を得て、蚊に好かれないようにするにはどうしたらいいのかっていうのは。なるほど、蚊に好かれないようにするためにはですね そうですね。エミさん、何か最後に一言ありますか？そうですね。蚊ってとってもまあ身近な、ね、生き物で、かつこうね、音も簡単じゃないですか。蚊って一字で。で、しかも漢字もそんなに難しくないんですよね。でも小学校の配当漢字には含まれてないんですけど、で、蚊も含めてこう虫が入ってる漢字ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。で、しかも調べると面白いんですね。例えばこう嵐って漢字の中になんで虫が入ってるのかとか、こう虹って漢字の中になんで虫が入ってるのかとか、調べるととっても面白いので、こうね、子供たちにこう虫偏の漢字書いてもらったときに絶対出てくると思いますので、ね、聞かれたら答えられるように先生方に準備しておいていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、また来週のお日様ウィークリーを楽しみにしていてください。さようなら。来週。